はい、皆さんこんにちは。伝説の D です。さあ、最近、第5神格はね、いろんな新しい携帯品だったり、新しい衣装だったりが発表されてね、かなり活発な、情報が出ているんですけれども、今回もですね、なんとまた新たに、第5神格の運営さんからね、新しい情報が発表されました。はい、本当にすごいですね。本当毎日のように情報が出てくるんですが、今回はですね、画面で使っているこのキャラクター、超高手に関する、新しい情報となります。ということで、今回の動画ではですね、こちらの発表された情報と、詳しい詳細、そして入手方法などについて、皆さんに分かりやすく、解説の方していきたいと思いますので、よかったら動画の方最後まで見ていってください。ではね、早速喋っていくんですが、まずですね、第5神格にはね、いろんな種類の、ガチャがあるんですが、皆さんはこのガチャの中でも、現像迷路という名前の、ガチャがね、存在するのはご存知でしょうか。まあ、こちらこんな感じでね、ガチャを引いて、その出た目で、サイコロを振って、いくというガチャで、アイテムをね、獲得していくような、ちょっと面白いね、仕様のガチャと、なっていまして、こちらで獲得できる、ものがですね、まあ、いろいろなね、過去に登場した SSR 衣装だったり、たくさんのアイテム、あとはですね、冒険家のこちらの UR 衣装だったり、あとは冒険家の SSR 携帯に、そしてですね、なんと最終的に、今僕がね、画面で使っているこちらの超高手の、LR 衣装、はい、UR 衣装ではございません。UR の1個上のリアリティのね、第5神格の中で最もリアリティが高い LR 衣装の超高手、そして LR 衣装の祭司なんかがね、まあ、獲得できる、こちらの、ね、ガチャとなっております。なんですが、このガチャですね、全ての衣装コンプリートしようとすると、かなりのね、お金というか、エコーがね、かかります。はい、LR 衣装もう1体、ゲットするのに大体5万円以上ぐらいかかる、そんなね、イメージの、ものなので、まあ、このガチャ回したことないよって方も多いと思うんですが、今回ですね、なんと新たに、この現像迷路に、新しい超高手の携帯品が、実装されるということがね、発表されました。はい、ということで、まあ、超高手の携帯に、いや、今までもたくさんの携帯に出てたでしょうと思う方もいると思うんですが、実はですね、この現像迷路の携帯に、過去に今登場した、冒険家であったり、祭司の LR 衣装にはですね、なんと携帯員が登場してたんですね。祭司も UR 携帯員が登場してました。なんですが、超高手だけなぜかこの携帯員というのがね、実装されていなかったんですね。それが今回、まあ、正式にね、追加で、発表がされたという形となりまして、まあ、そのね、携帯の見た目を見ていただきましょう。その見た目がね、こんな感じとなっております。はい、こちらですね、忘れられた花という名前の携帯品でして、いや、めちゃくちゃね、もう見た目が美しいですよね。やっぱりね、この LR 衣装に似合う、携帯員ということだけあって、とても美しい携帯員となってまして、なんとこちらのレアリティがですね、UR 携帯員と、なっております。はい、まあ、最近ね、かなり、まあ、新しい携帯品とかも発表されているんですけど、まあ、SSR 携帯品が多いんですよね。まあ、そんな中、今回ね、UR 携帯品ということで、まあ、かなりね、効果も、派手なものがね、期待されるんですが、こちらのね、入手方法について詳しくね、ちょっと紹介していきたいと思います。まずこちらの携帯品が、8月の24日から、現像迷路にね、新しく登場するものと、なっておりまして、こちらはね、ガチャを回してゲットするというね、システムではございません。はい、こちらを獲得するにはですね、ガチャを回して、このナイチンゲールの祝福ポイントというのをね、獲得することができるんですが、このナイチンゲールの祝福ポイントを貯めて、このね、現像迷路のイベントショップから購入ができるというものと、ね、なっております。まあ、現在でもね、このナイチンゲールの、イベントショップ、この現像迷路のイベントショップではこんな感じでね、たくさんのアイテムが売られてるんですが、まあ、結構どれもね、ポイントが必要となって、おりまして、まあ、今回のこの UR 携帯もね、まあ、新たにポイントが必要ということに、ね、なります。これはね、どういうことを言うかというとですね、すでにこちら LR 衣装を、過去にこのナイチンゲールの祝福ポイントで交換している方、であったり、もうすでにこのポイントを使っている方は、また新たにこのガチャを回さないといけないということになります。はい、なんでね、結構そこがね、辛いというか、結構入手がしづらい部分なのかなというふうにはね、個人的に思っております。まあ、ですのでね、いつものように、ショップに登場して、まあ、決められた額のエコーで購入するんじゃなくて、ガチャでこの、ナイチンゲールの祝福ポイントを貯めるということで、まあ、このガチャの結果がかなり重要になってくるんですよね。まあ、ガチャで SSR 携帯だったり、リアリティの高いね、ものが出ると、かなり大きいナイチンゲールの祝福ポイントに交換ができますんで、まあガチャで、運が良ければかなり早く手に入れられるのかな、実際のポイントいくらで買えるかっていうのがまだ発表されてないんでそこが分かんないんですが、ここのね運の要素があるということで、ちょっと今回大変なね入手方法となってますんで、皆さん、こちらの、携帯 UR 経験が欲しいという方はですね、ぜひこのね8月の24日から実装される、このアイテム、ぜひぜひゲットしてみてください。はい、ということで、ここからはですね、その現像メイドでゲットできる冒険家の UR 衣装と SSR 携帯をつけてね、プレイしながら、この、ナイチンゲールの祝福ポイントをゲットするコツなんかをね、紹介していきたいと思います。さっきの話を聞いてね、また一から集めるの大変だよと思った方もいるんですけど、このナイチンゲールのね、祝福ポイントを貯める、コツっていうのがね、まずありまして、これがですね、毎週、ボーナスのね、祝福ポイントというのがあります。はい、これがですね、こんな感じで、毎週ね、月曜日に更新がされるんですけど、上限があるんですけど、毎週ごとにですね、このガチャを回した時の、ボーナスというのがあるので、一気にね、このナイチンゲールポイントを貯めるんじゃなくて、毎週、この、上限、ボーナスの上限まで回して、で、次はまた来週に回してね、このボーナスをもらうってやり方が一番効率がいいのかなというふうにね、思います。いやー、てかそもそもこの携帯やばいんですよ。UR 衣装の見た目もやばいんですけど、この携帯やばいよね。こんな感じで、3匹のね、大人たちが出てきてね、ダンスするんですけど、これハンターに見えてんのかな？確かどうだったっけな？見えてたらもう完全に実用性はないよね。もう面白すぎるね、携帯っていう感じになるんですけど、これがね、ゲットできるということで。でですね、もう一つ今回ね、アップデートで新たにね、一つ、内容がね、変わります。それがですね、この今僕が使っているこの冒険家の UR 衣装。この衣装をですね、ゲットした時になんと、この衣装をナイチンゲールの祝福ポイントに、変換ができるね、機能が、なんとこちらが追加されるみたいです。なんでガチャを回した時に、もしね、この冒険家の UR 衣装を当てた場合、この冒険家を使わないよっていう人はですね、このナイチンゲールのポイントに交換ができますんで、そういった方はぜひね、それを活用して、今回の、UR 携帯品だったり、あとは、祭司との調香師の LR 衣装、なんかの、交換のね、ポイントとしてぜひ使ってみてください。ということで、この新たに使った制度と、あとはそういったボーナスポイント、これを駆使するというのが、ポイントをね、集めるコツなんですけど、やっぱりね、一番、ポイントを集めやすいのが、先ほども言った、高レアリティのものをガチで当てるというものなので、ここは本当に運になりますんで、そこは当たるように願うという、ところになります。そう、結局ね、そのガチャのいいのが当たるか当たらないのかが一番大きなね、とこっていうのがね、辛いとこなんですけど、ねえ、そこはまた、頑張るぞというところでね、はい。結構、今回はね、入手難易度が高いですね、今回のガチャ。うん。で、それだけ入手難易度がちょっと高いんですけど、まだね、その UR 携帯品の効果がね、出てないんですよね、発表されてないので、そこは発表され次第また、別ので皆さんにね、動画で紹介するんですけど、ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。今回見ていただいたようにですね、この冒険家の SSR 携帯もね、かなりやばい、やばい見た目というか、かなり特徴的なね、すごい携帯となってるんで、調香師のUR 携帯も結構期待していいんじゃないかなと、思います。あと最近の第5人格のこの傾向としてね、すごく携帯品がね、豪華なんですよね。うん。本当にすごい最近そういったところが、かなり、仕上がってるというか、すごいので、そういった意味ではね、今回の、調香師の携帯に期待していいのかなというところです。やばいよね。ほんとやばい。じゃあちょっと今回救助行ってみましょうか。さあ、相手リッパーなんでね、この刃を避けるっていうところがね、すごい難しいんですけど、ちょっとちっちゃくなりつつ、当てづらいでしょ、これちっちゃかったら。さあ、これ避けれるかな？ちっこいよ、ちっこいよ。オーケー！避けたね。いいね。いやー、素晴らしい。ただこのちっこいだけ若干足が遅くなるんだったっけな。そこを気をつけなきゃいけないですね。さあ、これはちょっと当然も半分超え狙ってますけど、ここで急に殴ってくるんで、はい、ここを離して、いい、めちゃくちゃいい救助できた。リッパーは一応透明とは言いつつも、割となんかそのもやみたいなのがね、見えるんですよ。その時空の歪みを見て、やるとね、かなりうまくいくので、皆さんもちゃんとね、見てみてください。さあ、これちょっとここの、ページをね、漁ってからにしようかな。で、救助は傭兵に任せて、ワンチャンですね。ワンチャンこのページを漁り切ったら、僕が125% ぐらいかな、解読のページ持てるんで、ワンチャンチェイスが伸びれば通電するかなと、いったところですね。どうかな、どうかな。よいしょ。さあ、これでちょっと傭兵ちゃんにはちょっともう救助行ってもらわないとなんで。あれ、ここ寄せるね。うわー、やだな、これ。どうしようかな。これちょっと解読しちゃおうか。うん、これ解読しちゃおう。解読して、あれてか待って、これ 100% までだけ持てるの。あ、ちょっと無駄にしちゃったかもね、これ。あ、いや、普通に持っててね、大丈夫だ。あ、どうなんだろう。あ、てか、普通に死んだ。普通に死んだ。でもちょっと圧うまいですね、相手ね。圧かけがうまいですね。さあ、どうかな、チェイス伸びるかな、どうかな。お、ケバブでかっ。さあ、これでチェイスが伸びればワンチャンですよ。頑張れ。いやー、どうかな。でも今回のね、このアップデートで、この現像迷路、本当久々に話題に出たというか、久々ですね。もうここ数ヶ月、全くと言ってほど触れてなかったんでね、結構忘れてた人も多いんじゃないでしょうか。さあ、ということで、これは、さすがに上がらないね。じゃあちょっとここから2人2で2人逃げ目指してみましょうか。さあ、まず1回隠れます。さすがにこれはハンター来るんでね。あ、これうまく隠れるかも。ちょっとポジションがね、悪いんですけど、もう逆にこんなとこに隠れてないだろう理論で。さあ、ちょっと行きますよ。さあ、ハンターの位置が見えてるんで、これはうまくね、ちょっと足跡を残さないように、うまくすれ違うようにして、オッケー、バレてね、でかい。急い。移動で、ここもちょっとずつ移動して、やばい、ドキドキする。冒険家、本当にこの隠密の時が、もうドキドキしすぎてね、もうランクマッチだと絶対使えないんですよ、このキャラ。本当にこのキャラはね、苦手。このドキドキに耐えられない。すごいですよ。冒険家使ってる人強い。でもこのキャラね、かなり強力だと思います。ハンター使ってる人ってね、冒険家苦手って人結構多いと思うんですよ。この隠密、マジで見つけれないからね。割とね、使うのは難しいですけどね。刺さるときは刺さりますよ。さあ、いいね。今回結構いい隠密ができてる。まだバレてないもんね。一生探してるもん。やったー！いや、まさかここで隠れてると思ってないんだろうな、相手もね。結構このマップの外側のオブジェクトというか、そういうところに隠れてそう、布を探してる感じするね。しかもリッパーは刃があるからさ、結構それも刃使いたくない感じするね。いや、いいね。いや、いいよ。この間、傭兵ちゃんが別の回で回してもらって、いや、いいぞ。めっちゃ隠れてる。すごくない？あ、いいね。傭兵ちゃん新規回し始めた。さ、帰ってきたね。いや、どうだな。バレるか。ドキドキする。すごくない？こんなにバレないの。僕。初めてかも、こんなにバレないで隠密できてるの。うわ、嬉しい。帰ってきた。バレるな。あ、やばい。ちょっとこれまずいか。あ、やばい。これバレたか。やばい。あ、バレてない。これバレないんだ、これね。うわ、でかー。瞬間移動かけた。やったー。意外とね、ハンターの別のとこ見てたりしてたね、多分今ね。やったー。さあ、これ、傭兵しかも一撃耐えれるから、ワンチャン通電するぞ。よし、大変だ、大路。ここでハンターが帰ってきたら嫌だね。さあ、どうかな。さあ、28% の解読があるんで。さあ、殴られたけど、これはね、上がりますね。通電しますね。さあ、そろそろ通電するよ。あと1割だよ。さあ、ページ使って。オッケー、通電する。はーい、ナイス冒険家。強いね。冒険家、完全に刺さった。よくこの衣装で隠れられたな。さあ、あとワンチャン8かな。でも僕一人だけでも逃げれるの美味しいね。そう、ランクマッチだったらこれだけで、ポイントが全然違うので、もう一人逃げっていうのはかなり重要です。さあ、どうかな。傭兵8逃げできたらね、激アツなんですけど、とりあえず僕は出れるということで、皆さんね、今回の超古書の、携帯ね、ぜひね、効果もね、楽しみにしててください。さあ、どうだ？傭兵は、さすがにかな。OK！ ということでご視聴ありがとうございました。動画見てくれてありがとう。これからも第5人格の最新情報やプレイ動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。